警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカい。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。将軍、ようやく来たな王子。だ俺は何すればいいった。亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺はじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を民を託せると信じたからだ。勝手な
やがって。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは？キカトリーク塹壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。じゃあ暴れるか。いいな、付き合うぞ。まあな。今のは悪くなかったぞ、プロンプト。将軍に褒められた？浮かれるな。毎日鍛錬するといい。ああはい、頑張ります。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今は帝国軍が好き勝手に出入りしている。敵だらけだ。どれの進むか回り込むか、大きな手を考えろ。無事か、プロンプト？どうも、大丈夫です。魔導アーマーか。強さは中の下よりも少し上か。一言でまあまあだ。将軍、あいつを倒せたらなかなかのもんだよな。いけるか、力を見せてみろ。どう出る、イグニス？長期戦は避けられそうですね。じゃあな。遅い。よっ。気にするな、戦闘に集中しろ。とどめ。よっ。敵もだいぶ弱ってきてるぜ。なら遠慮なくやらせてもらうわ。いいか、ノクティス。もちろん。将軍は問題ない。王子、同行はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。しゃ、行くぞ。了解、気をつけてな。天井崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。大丈夫かな。何あれ。なんだ。
昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方、実際さ使ってみてどう？ああ、いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。お、はい、出たか。くたばったのかと心配したぞ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。うん、なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を。グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃ、行ってくるわ。おう、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。将軍がいると軽く感じるな。軽く考えるな。この力がいつ使えなくなるかわからない。大丈夫なのか。過剰な心配は作戦の幅を狭める。まあそうかもな。楽だったな。これくらいは優に倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。ノクト！将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち？ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルカ。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。
うまくいったな。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ